イケラのデジョンです。今回はねこちらハーランドコラボということでね、とんでもないコラボがやってまいりました。クラクラでコラボってね、ちょっと前にチェスのねコラボはあったと思うんですけど、ほとんどねされてなかったというところでね、超ビッグなコラボで、サッカーやってる人にはねちょっと説明いらないかなと思うんですけど、わからない方は知らないよっていう人もねいるかもしれないんだけど、マンチェスターシティっていうね結構強いクラブにいるノルウェーのねフォワードの選手なんですけど、まあ、まだ若手で、まあ、見た目もちょっとバーバリアに似てるっていうとか、ババキンとかに似てるって感じなんですけど、レベル的な話で言うと、なんか若手の頃の出てきた時のメッシとか、クリスチアーノ・ロナウドと、まあ、近いぐらいのね、成績だったり、影響力をね、持ち始めてきてるっていうぐらいのね、すごい選手なんですよ。そんな選手がね、どうやらクラクラをやってるっぽいような感じで、今回コラボにね、繋がったっていう、らしいんですよ。めちゃめちゃテンション上がるというか。それに伴いね、今月はね、かなりサッカー要素が多いコラボになってて、僕はめちゃくちゃテンション上がりました。と、見てください、この、ハーランドキング!すげえ、もう人の顔でそのままコラボで出てくるとかめっちゃいいな。で、もう一つこちらですね、サッカーキング。普通のね、サッカーキングの方もね、出てきたというところで。はい、かっこいい。で、続いてクイーンですね。クイーンも出てきたというところで、ちょっとね、全ヒーローの見ていきましょうか。すごいね、これ。アクションもね、面白いんですよ。攻撃もね、サッカーボール蹴って攻撃するっていうの、ちょっと後で見ますね。で、ウォーデン。うぃ。ちょっとサッカー上手そうな見た目してるわ。サッカーチャンピオン。こちら今月のゴールドパスだったかな?ゴールドパスでゲットできる好きになってます。ロイちゃんちょっと身体能力高そうだね。続けてサッカー背景。これめっちゃ嬉しい。かっこいい。サッカーボールがね、いくつか置いてあって、スタジアムのようにね、なってる背景になっております。サッカーコートなんでね、なんかコーナーキックのエリアとかゴールエリアとか線が引いてあるんですよね。ちょっとね、これね、プレイする側からするとこの白円がユニット出せるあの範囲の白円と被って見づらいみたいなところもあるので、ワンチャン防衛しやすい配置になる可能性がなくはないかなって感じなんですけど、まあ僕は意識サッカーで揃えてーなーって感じですね。細かいとこ見ていくと、まあこの辺がねサッカーのボールがね書かれたあれになっててね、こことかも全部見てほしいのがねここなんですよね。ジャイアントがねシュート、あれ固まってる。ジャイアントがシュート練習、あ、始まった。ジャイアントがね、シュート練習繰り出すんですよ。このジャイアントめっちゃうめえからシュート。そして、期間限定ユニットも来ております。こちら、バーバリアンキッカー。やばいよ、これ。フリーキックっていうね、特殊能力を持ってるんですけど、まあ、近くの防衛施設に3153ダメージを与えるということでね、なかなか攻撃力高いです、こちら。左利きなんですよ、ハーランドって。なのでね、ボール左で置いて左で蹴るっていうところもね、ほら、左で蹴ってるんですけど、この辺も忠実ですね。で、HP は2400。で、防衛施設を、ボールをね、蹴り飛ばした後は近くの施設を普通のバーバリアンのように蹴って攻撃します。では、実際どんな感じなのかね、見ていきましょうか。すごいよね。まあ、ここからフリーキック繰り出しますか。はい。マルチアーチャーターンに向けて、フリーキックを一本。バコーン!蹴って、今右で蹴ったわ。で、蹴り終わったので、こうして近くの施設を削っていく。こんな感じで置いて、ドカーン!はい、2発で壊れる。3150。おい、リフティングしてんだけど。うまいな、このゴブリン。みたいな感じなんですよね。だから悪いことしようと思えば、トントントン。で、ウォールブレーカーとか開けて、タウンホール起動してとかすれば、ここも隠しとこう。えい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 ってやれば、タウンホールを最初にかっさらうことができるわけですよね。あ、そんなに近づくか。フリーキック早く蹴って早く蹴って、あー、あー、一発足りないちょっと足りなかったわ。不意に撃たれたね。ちょっとね、みんな気づいてる人もいると思うんですけど、最近暑いじゃないですか。
窓開けて寝たらね、喉と鼻がめっちゃやられてね、ちょっとその関係でちょっと動画もね、ちょっと休んでたんですけど、これ辛いね。っていうね、なんかマルチとかだとワンチャンこういうズルするファーミングもできるかもしんないですね。まあちょっと呪文とユニットのワークス使いすぎちゃうんで、レジェンドリーグとかで使うにはあれかもしんないんですけど、まあ、こういうふざけたこともできるし、まあ実戦で考えれば、なんか1枚あればね、この辺をさ、パパーンって削って、あ、そういうことじゃない。あ、蹴り直してくれた。でかい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 。あ、そうそうそう。こうして、なんか施設を裸にしてって、なんか外からフリーキックをし続けるみたいな。ドガンドガーン。あ、強いねクロスボウには殴られちゃうんだよね。確か、射程的には。はい、ドカーン、みたいな。ちょっと長いねこの、長いモーションっていうところがやっぱ気になるところ。でもそこそこ HP も高いんで、撃つまでに結構こうして、撃たれても、普通に撃ち返すことができる。これちゃんとプランニングしてなんかいろいろ考えていけば普通に強い使い方できそうですよね。一発のダメージは結構高いんでね。じゃあ最後にね、ちょっとヒーローのモーションも見ていこうかなと思います。ハーランド来た。こうやってサッカーボール蹴って攻撃していくのよ。すごくない？なんか、ゲームバランス的には全くなんか、あやばすぎ！あ、ハーランドってちゃんと名前書いてある。ヘディング始まったよ。ガントレット使うとヘディングになるんだ、ここ。いいね。背も高い選手なんでね。大きくなるのもいいっすね。で、クイーン。ドリブルしながら歩いてきて、サッカーボールを高速で蹴っていく。クロック使うとどうなる？うん。ピヨピヨピヨ。あんま変わんない。サボーデン。ああ。こいつ一人だけボール三つも持ってる。キーパーみたいな、なんかブッフォンみたいな顔してんだよな。イタリア感あるよね。トムはさすがにモーション変わんないか。で、ロイヤルチャンピオンもドリブル始まりました。はいはいはい。いいねー。楽しいねー。面白いなぁ。さあ、能力解放。ここも、もう高速で、これヘイスト薬なんだけど、高速でサッカーボール蹴ってるね。キャプテン翼みたいなやついたな。ということでね、今回はこんな感じでね、終わろうかなと思います。まあ、ハーランドコラボということでね、ハーランドをモチーフにしたユニットとヒーロースキンが出てというところで、すごいね、これね。で、まだまだ多分ね、まあ、大型コラボってことで、これだけじゃ収まらないと思うんでね、楽しみにしていきたいですね、はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、お下がろ。